第40回キクローゼン整理。長年暮らした家、火事になれば諦められる？湖畔の有料老人ホームで70代半ばの女性 R さんは静かに暮らしておられます。夫が亡くなり、三回忌を済ませてこの施設に入居しました。話の合う友達もでき、元気そうで何も問題がなさそうに見えるのですが、実は深刻な悩みがあるとのことでした。 R さんの悩みは元暮らしていた家と荷物のことです。ピアニストの一人娘はアメリカの音楽大学に留学して、現地で知り合った男性と結婚し、女の子を産み、幸せに暮らしています。娘は休暇に家族で帰ることはあっても、将来日本で暮らすことはないと断言しています。逆に R さんにアメリカで一緒に暮らすように勧めてくれます。孫に会いたい気持ちもあり、一度渡米しましたが、英語は話せないし、一人で外出するのも怖い、乗り物もわからない、孫とも話が通じない、結局2週間で日本に帰りました。一人暮らしは寂しいし、このような経緯があったからホームに入居したそうです。入居時に施設からは必要なものだけ持ってくればよいと言われ、身の回りのものをまとめ旅行に行く感覚でした。でも環境も変わり、新しい暮らしに少しずつ慣れると、今度は元の家のことが気になり始めました。30数年前に夫が設計して建てた家であちこち痛み、リフォームの必要があるのは分かっています。しかし誰も住まない家にお金をかけるのも無駄ではないかと思うし、とても人に貸せる状態ではない。娘は家を壊して売ればいいと勧めるが、夫の思い出の詰まった家を壊すのも忍びない。また同様に、家の中には家具、日用品、衣類などほとんどのものが残っている。夫の遺品もそのまま、仏壇もそのまま、何とかしなければと思って夫の衣類を出して並べてみたけれど、これは夫の誕生日に自分がプレゼントしたセーターだとか、かかとに穴の開いた靴下まで夫の分身のような気がして捨てられない。自分の洋服もお花見の時に着ていたカーディガンとか、娘の高校の卒業式に着ていったスーツとか出して並べて、ため息ばかりでまた元に戻す始末。こんなことを繰り返していてもどうにもならないと思っているのに、どうにもならない自分が情けない。いっそ火事にでもなれば諦めもつくのにと思う。こんなことを言うと火事や災害で家を失った人々に申し訳ないのですが、私の正直な気持ちなのですと R さん。しかしこのままではいつまでたっても解決には結びつきません。本当に解決したいのであれば決断することです。火事になればとまで思い詰めておられるのなら、いっそ火事になったと仮定して、R さんが火事場で持ち出そうと思うものだけ残し、あとは潔く処分することです。第40回キクローゼン整理終わります。